こんにちは、エリです。モンスターハンターダブルクロス解禁から、もう少しで3ヶ月になりますね。今作、ウプ主は、チャージアックスに追加された新スタイルに魅了されてしまい、攻略の大半をブレイブチャージアックスで過ごしてきました。そこでこの度、3回くらいに分けて、ブレイブチャージアックスの魅力を振り返ってみようかと思ったわけです。ものすごく、月並みで今更な内容になってしまうかもしれませんが、少しでも共感していただける部分がありましたら嬉しいです。ではでは早速、1回目のあらまし。まずはじめに、主力攻撃と典型的なコンボによって与えるダメージについて、簡単に整理しておきます。次に、ブレイブチャージアックスの特徴の一つである、能動継続について、その攻防の活躍場面をいくつか紹介します。最後に、ウプ主が実際にダメージを検証している風景を、ちょこっとだけお見せしたいと思います。それでは、ゆっくりしていってね。ブレイブチャージアックスの主力攻撃といえば、やはり、解放2、解放3、高出力の3つですね。解放2までの派生としては、斧の叩きつけ以外にも、横切りや解放1を経由する方法もあります。また、チャージからもすぐに解放2を出せるようになったのが、ブレイブスタイルの特徴ですね。この3つの主力攻撃について、ダメージへの相場感を整理しておきます。例題として、通撃後、スロット3のお守りと、ディアブロス武器で組めるスキル構成を一つ用意してみました。斧による物理ダメージと、榴弾瓶によるダメージを合わせると、各肉質に対するダメージの期待値はこのような感じになります。横軸に肉質、縦軸にダメージを取り、上に行けば行くほど、与えるダメージが高いことを意味しています。例えば、肉質50の部位に対して、高出力を当てると、ダメージとしては500くらいの期待値を見込めます。ここで、ぜひぜひ注目しておきたいのは、解放2や解放3を弱点部位に当てた時に匹敵するダメージを、高出力は肉質のやや硬い部位に対して達成できてしまっているところです。この傾向は、多くの榴弾瓶武器にも共通で、超会心や挑戦者などのスキルを採用した場合でも、大きく覆ることはありません。例えば、切れ味プラスの代わりに、超会心を入れてみると、このようになります。もう一例、武器を、アトラルカ、のものに持ち替えて、超会心と挑戦者を発動させた場合、モンスターの怒り状態でのダメージ期待値は、このようになります。やはり、高出力は優秀ですね。そんなこんなで、単体モーションの威力が、なんとなくイメージできてきたところで、次に気になってくるのが、コンボでのダメージです。ここでは、スタン中を例にとって、ウプ主が無理なく実現できる、4パターンのコンボに注目してみます。一つ目のパターンは、単体の威力の高かった高出力を優先に、とにかく高出力を安定して2回当てようと試みたものです。ピン消費をかなり節約できるパターンですね。次は、ピンを贅沢に使ったコンボです。チャージから、解放2、解放3、解放2と当てて、起き上がりに高出力を合わせます。ピンが4本絡むコンボでした。続いてのコンボは、剣モードでスタンを取った際に、手元のピンは潤沢にあるものの、したい気分がないために、チャージからの解放に派生ができない場合です。斧変形から、解放に、3と繋いで、その後は無理せずに、起き上がりへの高出力を狙います。最後に、スタンを取った瞬間に、ピンが枯渇しているパターンも一つ。次のピンで、スタンを取ってしまいます。ノートキャンセルからのために連で、当面のピンを確保し、解放に、3に繋げて、起き上がりに高出力を合わせます。
ブレイブスタイルらしい、特徴あるコンボですね。それでは、先ほどと同じ武器、スキル構成を仮定して、4パターンのコンボのダメージ期待値を見てみます。やはり、解放に、3、2、高出力、と繋いだコンボは、ものすごく強いみたいですね。しかし、ここではぜひぜひ、最後の、ピンが枯渇していたパターンに注目してください。他のコンボは、ピン事情に影響されてしまいますが、このために連始動で始まるパターンは、ピン事情に関わらず、ブレイブ状態の剣モードであれば、いつでも選択することができます。それでいて、与えるダメージも、他のパターンと遜色ありません。このあたり、ブレイブスタイルの魅力の一つだと、ウプ主は思っています。チャージアックスを日頃お使いの方々は、ここで一つ、肝心のコンボが抜けていることに気づいてらっしゃるかもしれません。そうですそうです。スタンを取った後に、よどみなく攻撃することができれば、斧変形、解放に、高出力と繋いだ後、さらに起き上がりにももう一度、高出力を当てることができましたね。このコンボは、他のスタイルでも実現可能です。あ、今のは最後外れちゃってましたが。このあたりの、別スタイルとの比較の話は、また回を改めたいと思います。それでは、ここから少し、ブレイブスタイルならではのアクションの話に、移っていきたいと思います。ブレイブスタイルの特徴の一つに、ノウトキャンセルからの攻撃がありますが、ノウト継続の際に、方向を左右90度自由に調整できるのは、とても便利ですね。これによって、1、方向、タイミングを微妙に修正しながら、高出力を打つことができるようになりました。斧を振り抜いた後、90度横に構え直して打っています。ただし、短所もあり、斧のモーション値が75から70に下げられてしまっているみたいです。もう一つ、タイミング合わせに、ノウト継続を利用してみたパターンです。スタンを取った後に、欲張ってしまった帳尻合わせに、ノウト継続を挟んでいます。それでは次に、ノウト継続の防御面への恩恵も見ていきましょう。攻撃の一撃目に対して稲子が発動してしまい、二撃目以降に被弾してしまうことってよくありますよね。そんな時は、稲子の後にスティックをニュートラルにして、棒立ちになっておくと、長い無敵時間を稼げるみたいです。完全に翼が直撃していたように見えて、ちょっと怖いですよね。次は、二つなりをレイヤーの新モーション、風圧、ブレス、爆発のコンボです。最後の爆発も、無敵時間を利用して回避できます。最後は、看板モンスター、タツナ・ディアブロスの超暴走時にやってくる、角と尻尾の多段攻撃です。イナシの後、不用意に動いてしまうと2回目の判定に当たってしまうことが多いですが、棒立ちになっていれば攻撃判定をすり抜けることができます。それでは最後に、ウプ主がダメージ減少している一場面を紹介しながら、今回の動画を締めたいと思います。ここでは、貝の村クエを使って、超高出力を試し切りしている場面をお見せしたいと思います。オーバーリミットを使って、ピンを10本にした状態で、貝の青柱に超高出力を当ててみたら、どうなるのかを見てきました。ブレイブスタイルでは、超高出力を打った後も、属性強化状態が解除されないことから、その威力に期待してらした人が少なくないかもしれません。しかし、残念なことに、ブレイブスタイルだけ他のスタイルに比べて、油断ダメージに 0.8 倍の下方修正が入っているみたいですね。
スプ主も、実際に小型モンスターを使って、石ころの個性ダメージを利用して検証してみましたが、油断部分の下方修正が確認できてしまいました。そうこうしているうちに、準備が整う前に、青柱に遭遇してしまいました。ここまでですでに10分以上が経過しています。オーバーリミットも発動し、プレイグ状態にもなっていますが、肝心の瓶が5本しかありません。オーバーリミット発動までのモーション値を稼ぐために、そこら中の小型モンスターを攻撃してしまっていたので、この段階でどこに小型モンスターが湧き出ているのか、わけわからなくなっていました。やっと10本分の瓶が揃いましたね。それでは、貝の青柱に、この超高出力を当てに行きます。あれというわけで、ちょっとこのスキル構成では、一撃討伐には届かなかったみたいですね。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また次回。